1960年のジャイアンツ投手陣。堀本律雄29勝18敗、防御率 2.00。 1年目の堀本が29勝で最多勝と沢村賞、新人王を獲得しました。伊藤義明10勝9敗、防御率 3.21。 藤田元志7勝12敗、防御率 3.06。別所武彦9勝4敗、防御率 3.05。 吉原武俊2勝6敗、防御率 2.37。 青木宏明6勝2敗、防御率 3.74。 この年のジャイアンツは66勝61敗4分けの2位に終わり、リーグ6連覇を逃しました。